ですですです,です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  <laughs> 俺さ今日昼間さ暇でさパワープロ9とパワープロ10をやろうと思って買ってきたんだよで PS2 がつかなくてずーっと結局やれなかったんだけど理由が分かりました 俺なんか PS2 の、なんだっけ、あの、充電電源間違えて PSP のやつを刺しちゃってて PSP って5トなんだって5 5トただ PS2 の電源って8トないと足らないらしいんだよで、この手のお悩みクソあったらしくて変なしがない YouTuber の動画で 解決しましまた型が一緒なのに型一緒で会社一緒なの一緒でさせるのにもかかわらずつかないっていう解決しましたそ前もさ俺直近で PS2 やったのいつなんだろうあんまなくねそういえば PS2 やってなかったなと思って多分家の中のどっかにあるんだろうけど 家の中の。明日また買いに行かなきゃ。電源。最近ずーっと PS3 だもんね。でも PS2 の電源って、塊魂あ、いや、俺ドラフトをやってた。ドラフトをやった。パワープロ8のドラフトをやったよ。あれっていつだ 二年前去年か多分、だから家の中のどっかにあるんだろうけど。そう、パワフル、パ、パワプルの8。あれなんだよね。それ以降で、コントローラーも買ってきたのにさ、わざわざ。新品のコントローラーでやろうと思って。今 PS2 高いんだよね、めちゃくちゃ。 コントローラー1個1500円するし、本体、ちゃんと、新品というか、綺麗な保存状態で揃えようと思ったら1万するらしくて。PS2 なんてもう何年前のゲームじゃん。って感じじゃん。20年経つでしょ。ぼちぼち、ちゃんと揃えておかなきゃいけないよね。なので僕は明日、電源を買いに行きます。いや、でも1万って高いでしょ。 あ、もう生産中止しちゃってるんだ。へえ。ー。生産終了しちゃったんだ。じゃあ、もうあと10年寝かしたらめちゃくちゃ高いだろうね、もっと。え、PS1 はいや、俺この PS2 さ、東京出てきたとタイミングで買った、ものすごい相棒だからさ、もう何年使ってた ?10、ん ?16 年使ってんのか。 だから、捨てたくないんだよな。使い続けたい。だからさ、あのー、PS2、最初の PS3 ってさ、なんか PS2 の互換チップ埋め込んで発売してたじゃん。ただそれだとコストがすげえかかるから、なんか第 2, 第2次生産からそのチップ配信して互換性切ったんだよな、確か。 俺、その PS3 欲しいわ、ほんとに。初期型だけ。使えるやつ。誰か、あのー、交換してください、僕の。あ、プレミアついてるんだ。やっぱ、そりゃそうだよな。惜し欲しいわ、PS2 のできる PS3 欲しいわ。まあ、DVD とブルーレイあ、違う。DVD とブルーレイか。じゃ、CD、CD 基板なんだよな。初期型。 あの、初期、プレイステーションは。で、プレイステー2になって、DVD 基盤になるから、そこの互換が切れてるのは、ま、100イ言うと分かるけど、なんか PS3 と PS2 が互換してないのほんと理解できないんだよな。なんならさ、PS5 出んじゃないなんならもうそろそろ。初期の PS3 まだ使えてる、ちょっと俺のやつ交換しようぜ。 え、初期型は PS1 もできるんだ。へー。あ、そっか、そこが、そこが互換はあるのか。PS2 と PS1 は互換あるけど、3から全部切れたんだ。欲しい。クソ欲しい。電源食うんだ。5で今までのやつ全部できるかもしれない。もうちょ、紙機じゃねえかよ。紙機、新機。 新規5なんだ。いつ発売なの ?PS5。もう発売日に買おう。ちょっと高そうだけどね。まだ未定なんだね。OK。ぜひとも、新規発売してください。紙機。ビータと PSP は PS1 のゲームができるぞ。いや、俺のさ、世代ってさ、PS2 世代なわけよ。PS1 は、小学校、 こうじゃないな、中、いや、セガサタンと PS、P、あ、P、あ、プレイステーションが発売したのが確か小学校で、俺が PS 買って熊田雅史がセガサタン買ってたから、<laughs> ジュンはプレイステーション買えよ。俺セガサタン買うから。って言われて、ジュンは PS 買ったんで、俺覚えてるんだよ。小学校低学年じゃない。高学年。買ったはず。 それ以降、世話になってる騎士だからね、プレイステーション。プレイステーション4が一番使わなかったわ。いくらすんだろうな、10万くらいすんだろうな。まあ、シャーなしだよね、そこはね。前後間したらもうほんとソニー信者よ、それは。<laughs> 熊田負け組だ。でも熊田はさ、あの、親族が全員政治家だから勝ち組っしょセガサタン買ってたとしても、親族全員が政治家で、 あの、財閥の息子だから、おそらく勝ち組じゃないセガサタンを買っていたとしても。未だに好きなことして、あいつ YouTuber より好きなことして生きてるからな。いや、最初は、10万はしねえか。まあ、でも7万ぐらいはすると思うよ。7万ぐらいはすると思うわ。強気の7万。 ガキは買えねえだろうな。大人が頑張って買うみたいな、そういう機種になりそうな予感がするわ。まあ、5、6万か最初はそんなもんか !5、6万かそんぐらいなんだろうな。来年ぐらいねえんじゃねえ。まあ、様子見がもう間違いないでしょ。俺は昔のゲーム、五感があると信じて昔のゲームやりたいから。 いくら出しても俺は買うけどね。最近、駿河屋俺めちゃくちゃ天国で。みんなは来てほしくないんだけど、新宿の駿河屋マジで品ぞろえ良くて。昔のゲームから最新のゲームまで全部あってさ。あそこ神だわ。マジで神。行くとさ、いつも2時間ぐらいいちゃうんだよな。 値段、あの、値段はちょっとわかんないけど、するかえって、何、秋葉が、なんかメインだっけあ,あ、マジで神だわ。俺知らなくてさ、あそこにあったの。なんで俺今までブックオフで我慢してたんだろう。マジでいい。いや、例えばネット通販だったら、すぐ届いちゃうんだろうけど、実際見たいじゃん。うわ、このゲーム来たーみたいな。 何このゲームみたいな感動があるでしょそれぐらいフルハム売ってんじゃない <laughs> ジーコサッカーめちゃくちゃ、プレミアついてるらしい。なんかさ、違う。ユキンコ大戦争って俺持ってたのね、昔。ユキンコ大戦争、今2万3000円ぐらいプレミアついてるらしくて。なんで俺は、わっちゃんと二人でユキンコ大戦争やってたんだよ。 あの普通にエミューとかじゃなくて実機で。あのユキンコ大戦争。あと俺クニオくんのストリートバスケットボールも持ってたんだよ。あれ多分1万ぐらいするじゃん。あ、大旋風か。わかんないけど。あれ持ってたらなー昨日の遊戯王カードは上にまだポンと置いてあるよ。あの、不安に怒られる形で置いてある。 うのと同じ感じ。うのと同じ保存状況で置いてあります。うの。旅館の UNO と同じような感じで置いてあります。カードゲーム不安が、ちょっと、発狂しそうな形で。置いてありますね。湿気がああだこうだっつって。うわーバブルやりたかった。昨日なんか地区とさ、ユうたんと飯食いってさ、 地区の部がなんか野球部だったってことを知って、おじゃんがバッティングセンター行こうぜっつって、ちょ俺の野球のをちょんちょんって刺激されただけで、もうパワープロやりてえでずーっと、んで昨日の夜からさ、パワープロの動画を見漁ってて。で、やっぱパワープロ10の、あの、海外にさ、行けるバージョンってパワープロ10だっけ俺しかもパワープロ10、一番やり込んだパワープロだと思うんだよ。ずーっとやってたの。 37年ぐらい。俺37年間パワープロ10やってんのね。1日3時間ずつ。で、神道さんとさ、タッグ組めるのってさ、パワープロ10だよね。クソやりてんだよなマジ、あれ。たださ、メモリーカードがさ、2つないとダメなんだよ。なんでかっていうと、継承選手ってさ、今の最近のパワープロのサクセスやってないけどさ、継承選手って出てくる 継承選手。あんま出てこないっしょ。あ、出てくるんだえ、最近出てくんのうわ、あのシステムマジでやめてほしい。なんかもう義務的なパワープロしかできないんだよ。いや、失敗してもいいから勝負しようみたいなのができないの。もう継承選手マジやめてほしい。だ配信とかでもやりづれんだよ。 いや、失敗しても、いや、とりあえずパワーの、パワー A にしなきゃいけない。パワー A にして終わらせなきゃいけないから。出てきちゃうわけ。自分が過去にやった、プレイのキャラクターが、自作に持ちこちされちゃうのね。もうそのシステムマジでやめてほしい。マジでやめてほしい。まあ、9、10、11、8、9、10、11最高よね。11はあんまやってないけど。 だから俺サクセスやらなくなっちゃったんだよ。持ち越されない設定もできる。へえ。ー。そう、メモリーカード2枚技でしょ。メモリーカード差し替えて、なんか、この選手をセーブしますかのカーぐらいのタイミングでスポンって抜いて、別のメモリーカード差してそっちにセーブして、みたいな。もうそんなの配信でやりたくねえじゃん。俺ね、ゴリゴリの最強選手を作りたいの。わかる ハイパー加藤純一、あの、なんだっけなんかお、あれなんか、M1 でいたじゃん。中島を3人集めて、ハイパー中島を作るみたいなノリで、最強の加藤純一を作りたいわけよ。最強の。加藤純一を目指したいわけよ。オール A。本当はオール A なんかしたくねえんだけどな。俺は。 ミートイ、e、ーパワー A。他ゼ、EA、EEE、e、で徳の、徳の真っ青みたいな、そういうの作りてんだけどな。ただ、継承選手のせいで俺は、義務的に作らざるを得ない。お前、ポジションのとかのピッチャーとショート。あっ、やべえ。待てよ。パワープロナインでハイパー加藤順調作るんだったら、俺、二刀流の選手作りたいんだけど、最近の選手って二刀流作れる 二刀流作りてえ。ショートでピッチャー叶えられるじゃん。<laughs> 作れるよな。ショートでピッチャー叶えられるよね。2018できるショートでピッチャーやりてえよ。でもちろん、パ実況パワフルプロ野球に至っては、攻略サイト閲覧か やりたいね。一番新しいのは二刀流をやる作戦でえ、なんでそんなさ、二刀流のレールに敷かれながらやらなきゃいけないの二刀流のレールに敷かれ、敷かれられて、ん <laughs> なんていうのかられ、かられるかれたえ、なんだ日本語学習なんでした二刀流のレール、二刀流のレール、かに叱かれた二刀流のレールに乗って、 走る列車はもはや一刀流だからな。二刀流じゃねえからな。今なんか敷かれ、敷かれるっていうのがゲシュタルトフォーが起こしちゃった。意味わかるだろう。お父さんとお母さんからあなた二刀流やりなさいって言われて育てられたらもうそれもはや二刀流じゃねえからな。そしたらサッカーやる。敷 <laughs> かれたレールの上、そうそうそう。敷かれるがなんかゲシュタルトフォーが起こしちゃった。何なの やっちゃダメなやっちゃダメな二刀流したよ、おい落合以外には褒められたくないだから俺がさ、英冠んでよく二刀流やってただろう,うわー次英冠やるとき、む、無理やり二刀流にしよう、俺。決めた。<laughs> 敷かれたレールの上は走りたくない。将平のように。おトミー・ジョンしよう、そんで。<っ>二刀流ってやっちゃダメだから面白いのにさ。 何で二刀流させようとすんのやだそんなのピッチャーとショートでやりたいねピッチャーとショートとキャッチャーでやりたいね <laughs> 三刀流 <laughs> おい史上初の三刀流目指していいピッチャーとショートとキャッチャー 三刀流ゾロキャッチャーミットは口で持つよ浜ちゃんみたいにあの,いの、でかい唇のでかい唇ゾロよ <laughs> 三刀流目指そう <laughs> やりたいねーやりたい栄冠9インで天才引いたにもかかわらず 二刀流でそいつの人生めちゃくちゃにしたいわ <laughs>。やりたいね。今度やりましょう。<laughs> 有望な若手の選手めちゃくちゃにしてやろう。投手天才型なら175キロ、えー、変化量18、コンスタ S、能力、矢印能力、オール S 目指せ。なんそんなのさ、ダメじゃん。147キロ、コントロール C、スタミナ C。 変、総変化量7。CCDD 目指そう。ちゃんと二刀流らしい。機械じゃん、それ。血が通ってない二刀流だって二刀流じゃねえから。うん、それぐらいを目指していきたいと思います。で、中継ぎやらせる。100ホールド目指す。2割8分17本。70打点の。 俺が作ります真の二刀流てか栄冠二刀流面白そうだなめちゃくちゃになりそうすげえ泣きながら二刀流しそう <laughs> せっかくよ天才が出たのによこんな二刀流に使ってよってあでも当時天才だったらいけんのか野心能力高いもんな なんかちょっとパワプロの <laughs> あれしようかな無理やり実況パワフルックないんでさ無理やり二刀流させようかなできないかなないんて無理やり二刀流できないかなそう,いう数だったらいけるんだうーん できないからやるんだろうめちゃくちゃいいコメントあった <laughs> 確かにできないからやるんだよな確かにそうだわ松井秀喜のいる最後の作品だからな確かにできるって言われてる二刀流なんて意味ねえよできねえからやるんだろう レール、しか、敷かれたレールの上を走らない。藤波が伊藤隼太救ってくれ。それはもう阪神ファンに任せたわ。<laughs> やろうと思います。<laughs> 今まで誰もできなかったから大谷が化け物だろう。だパープロナインの時点で俺が二刀流やったら大谷翔平俺のパクリだからな。<laughs> だってパープロナイン発売されたの2002年とかだもん。パクリじゃんあ。あいついくつだよ、2002年の時。生まれてねえだろ、まだ。青2歳が。 メジャーから巨人に帰ってこいよ。俺のパクリなんだから。8歳だろ俺も2002年の段階で17歳なんですけど。俺の勝ちじゃん。クソザコじゃん。舐めくじじゃん。大谷翔平。ちょっと大きい舐めくじじゃん、あいつ。あいつ高校で160出してる。俺が高校で161出したら、俺の勝ちだ。 やりたいねやりたいなんかパープルネッツすごいんだよね塩かけて殺そう大谷翔平をシャっつってヒーッつっシューッつって殺そうやろうと思います僕は なんか一番最、え、もうそういうモードがあるんだ。マイライフというか。<laughs> 甲子園5だったらできるけど。<laughs> もうやりたくない。あのゲーム嫌だ。もうトラウマになってんだ、俺。トラウマに。なんかよくタイムジュート見たんだよ。なんか9回裏、なんか、 5点負けてて、6回表の攻撃で俺が1点取った段階で、なぜか9回裏の相手に1点入ってサヨナラ負けしたわ。B29 エンド。空襲によって止められてしまいました。空襲バグ。めちゃくちゃマジで。あんな仕様があったなんてなって。 悲しいね。こうして沢村栄治はできたんだろうな。沢村栄治の物語でした。<laughs> なんか言ってたよ。沢村、沢村省という名のさ、冠がついてる沢村栄治っていう、まあ、戦時中のプロ野球選手がいたんだけど、人気の、スタルヒンと沢村。戦争行った時も、中国で、肩が強すぎて、あの、地雷、地雷じゃないけど、あの、ボム。 爆弾を誰よりも遠くに掘れるから重宝したって言ってたよ <laughs>。そんな金の卵をさ、手榴弾投げるのに使うなよ。誰よりも遠くに手榴弾投げて人殺してたってってたよ <laughs>。ピューっつって。沢村賞の投げる手榴弾見てみてよな。それで、投げすぎて肩壊して帰ってきて、もう野球できなくなったっつってたよ <laughs>。手榴弾投げすぎて肩壊しましたって言われたらさ、ファンも何も言えねえよな。 <laughs> まあ、それし,ょしゃあねえよな、つって、<laughs> なるよな。肩ボロボロになって帰ってきたらしいよ。投げすぎて。お父さんみたいにさ、オーバースローじゃなくなったらしい。サイドスローになってたらしい。あはは、戦死したんだっけ <laughs> いや、なんか途中で一回帰ってきて、とか言ってなかったっけこれ A、栄冠 これ 2018A 館内の最強二刀流。ちょっと見てみようか。<laughs> パワープロ2018。えー、急速175キロ、スタミナ S、えー、変化球 S、えー、総片42。ってことは MAX。プラスオール S。<laughs> ふざけんな <laughs> そんな選手作るなよ、ターミネーターを。こんなんチートだろ、これ。普通にできるんこれ。 ちょっと待ってね、画面キャプチャするわ。え、これできんのこんなの。何これこれ何これすごくねどうやって作るの 2>, ?2 年開始時の覚えてないけど、2年夏が終わった時点での。 投資能力が上から175、91、82、双辺42、ヤシ能力が上から2、82、77、77 78、78、187だった。すごすべて完璧にこなしたってことだろうな。強いわ。ちょサブ編も覚えてるぜ。 サブ編もアイコラじゃねえのアイコラいやでも高み目指したんだろうなって考えると俺ってパワープロの A 冠ナイ下手くそだな1 5 0キロで BB 総編7ぐらいだったのに。 らしいっすよ。良質のアイコラだろうな。だってまず、阪神を選ぶっていうのは俺なんか納得できない。<laughs> 英え感ないんで、あ、まあ、納得できないってか、あれか、勝手に阪神に入団したのが、すいません。この場を借りて謝罪します。万が一俺が阪神に、じゃ、今の俺の加藤十一、三十四歳が、 今年のドラフトかかったって、阪神からドラフト1指名されても、いや無理です、阪神やなんで、つって。お、今の俺ですら、指名拒否するのに、こんな優秀な選手が阪神入るわけねえだろっていう、今話をしちゃってました。大学に行きます。阪神行くなら大学に行きます、つって。勉強して、1年浪人して、36の年に俺大学行くわ。もし阪神に指名されたとしてもな。 なのにこんなさハイパー二刀流がさ行くのかっていう現実世界とリンクさせちゃった <laughs> <laughs> 指名されねえかな育成2位とかで拒否したい。 阪神からの指名を蹴りたい。すいませんっ、つって。ちょっと、配信忙しいんで無理です、って。野球どころじゃないんで、って。言いたいね。2ちゃんにすれた年加藤純一。朗報加藤純一選手。阪神から、育成2位で、指名 <coughs>。言ってほしいね。オリックスだったら入るでしょ。 余裕で。いや、オリックスだと余裕で入るでしょ。レギュラー取れるでしょ、ワンチャンオリックスだと34の俺でも。<laughs> ねえ。オリックスはレギュラー取れるでしょ、そりゃ。阪神だって、OB もさ、怖えしさ、ファンも怖えしさ、レギュラーも取れねえって最悪だぞ。オリックスぐらいじゃないオリックスって意外といい若手いない。オリックスね、いい若手いるよ。 ただ、選手の数よりファンの数の方が少ないから、オリックスは。<laughs> 俺、一人、地球上にオリックスファンって一人しかいない。あの、岡田、パー出たの岡田しかいないから、今、現状な。一人しかいねえんだよ、オリックスってファンが。だからちょっとね、厳しいものがあるんだよね。 みんなもなんか、オリックス入ろうぜ。あ、タムケンもそうだ <laughs>。<laughs> だからゲームだと恩情で強化されてる <laughs>。だからオリックスってさ、ペナント回すと優勝争いすんのオリックスもいるよって。忘れられちゃうからってこと <laughs> じゃあ俺今年オリックス応援するよ <laughs>。今年はじゃあ、 セリーグだった巨人、パリーグだったら、オリックスで応援するわ。あいつらさ、2年目ぐらいからやたら強くなるよな、オリックスってな。だからなんだ。なんでオリックスこんな強いのって毎回思うんだよな。<laughs> いや、あのさ、スライダーピッチャー、ダルビッシュにさ、高校時代褒められたスライダーピッチャー、あの、どうせ知った、あいつとかさ、山本とかさ、 吉田とかさいい選手いっぱいいるのにもかかわらずな山岡オリックスだけには負ける気しないのは何,何なんだろうなあれ山岡カープいってほしかったな一面和歌山だっけな <laughs> 確か社会人がなんか言ってたよね あ、瀬戸内だ。そう、あれ、いいピッチャーだった。高校時代から、えれえ、いいピッチャーだったんだ、本当に。なんでプロ行かなかったんだろうな、考察で。なんか自分から言ってたよね。今の自分じゃ、プロ野球じゃ、あの年で俺一番いいピッチャーだと思った。素人目から見ても、なんかもう抜群にいいピッチャーだったんだよ。でもすげえ、順調に成長したね。ちょ、タッパちっちゃいけど。 オリックスに行きたかったからだぞ <laughs> 何も言わずに置いとこう何も言わずに175ぐらいだよな吉田は別の球団ならスターだったやろうないやでも吉田いいじゃん近鉄襲がするからさオリックス合ってるじゃんだからトカダとかもさなんなら22の年にホームランをなってるはずだからあの人 いや岡本和真と一緒でしょ感覚的には2割8分323本96打点ぐらいで大体残した成績岡本と一緒なんだけどなんかちょっと物足りねえよな,なんか近鉄とオリックスって違う球団のような気がするんで違う球団だろ <laughs> 違う球団でしょバイオの枠って30分でやめるの中で、ね、もう強制的に30分で終わっちゃうんだって 強制30分 PC バージョンを買いました PC バージョンつべ予約してるよなんかそれまで暇だなと思っていやーこれはあのちょっと探そうかな BS2 のパワープルやりてんだよな10でさ留学したいんだよなーパワープル10やりたいすげえ28秒433本96立派だなお前22で33本売ってんだ 岡本じゃんリアルにリアルに岡本じゃんいやもう駿河屋多分閉まってる駿河屋閉まってんだよねなんとかしてさ探してたんだけどさいやもう今現状はできない PS2 つかないから ゲオに置いい嘘だろ絶対いや最近のゲオってなんかもう変わっちゃって「プレイステーション2の商品は取り扱っておりません」って言われちゃうんだよね全国的に悲しいかな <laughs> 悲しいんだよマジでゴミになっちゃったよねあれなんでああいうのしちゃったんだろうな 悲しいあのー、あれがないコンセント電源がない8ボルトの電源がないんだよねセリ・いいねいいセリーグの順位予想いいねちょマジガチでさやっていいセ・リーグの順位予想セ・リーグの順位予想のコーナー今年のガチでやるわいやでもこれはねもうひいき目なしに1位はジャイアンツなんだよ多分 やっぱ丸来たのがでかすぎるだってあの巨人に丸が入ったっていうのですらでかいのに広島から丸抜けたんだよ。<laughs> ねえ広島から丸抜けたんだよ。まあ、ここ硬いかな。1位巨人最下位阪神はもう俺の中で確定。 ま、2位なんやかんやで、広島かな。やっぱ5位は中日。<laughs> うーん、横浜とヤクルトの、まあ、3位ヤクルトだろうな。ちょっとごめんな。硬い。硬い予想でごめん。これなんか、ぽくないすげえぽくないカチカチの予想じゃない なんか中間データ、ちゃんとみんなに、野球ファンに、全員にアンケート取って、その、ちょうど、中間というか、平均値、平均値を取ったらこうなりそう。1位、巨人。2位、広島。3位、ヤクルト。4位、横浜。5位、中日六6位、阪神。<laughs> 中日阪神逆だな <laughs>。スタメン言うわスタメン。じゃあ、巨人のスタメン発表します。今年の1番。 ちょっと待ってな。こういうのすごい好き。ま <laughs> 開幕オーダーな<笑><笑>、えー。一番、いやー、これなー、迷うなー。俺、絶対一番、吉川とかにしてかいないんだよな。今、一番、坂本だろうな。 遊撃手。坂本。<laughs> 2番。うわー、2番丸とかになっちゃうなー。2番。あ <laughs>、2番、チュッチュ和田。あ、2番和田。セカンド和田。2番、セカンド和田。3番。えー、センター。 マルえ4番まあ4番いやー岡本どこ守らせるかだなーサードだなあいついけっぺどこでもいけっぺ <laughs> 岡本と5番え5番えあのあいつエリーナ・イシンバエは <laughs> あいつどこ守れる <laughs> いやーファースト ファースト、エリナイシンバエは、ビエヌ、なんだっけなんだっけ、ビエヌエヴァ。強っ強いジャイアンツ強いジャイアンツが帰ってきた !6 番、レフト、ゲレーロー。強っ !8 番、ホッシュー。 うーん。ライトか、まあ、洋大感、センター、あー。<laughs> いや、阿部ちょっとダメだ。阿部無理でしょ。阿部行く、キャッチャーキャッチャー、阿部無理でしょう。いや、もうさ、和だれ入れようぜ、和だれん。 ライトできるだろ、頑張れば <laughs>。無理やり若手使おう <laughs>。無理やり若手使って、蝶野の剣を消しにしよう <laughs>。あ、でもいいね。あ、いいね。ああ、重信使いてえな。いや、でも重信やっぱホームラン打てねえから、あんま好きじゃねえんだよな。いや、これキャッチャー、あれになるよな。いや、松原なんか、今もう、まだまだ全然。 よしんキャッチャー、キャッチャーキャッチャー何このす,すごい低レベルのキャッチャー争い俺もっとさ、高レベルのキャッチャーを争ってほしいのにさ、うん、今、消去法で迷ってんだぞ、キャッチャーあー、キャッチャーかー迷うねー隅、うわー、お城かな どう ?1 番ショート坂本、2番セカンド元阪神の和田、3番センター丸、4番サード岡本、5番ファーストビアヌエバァ、6番レフトゲレーロ、7番ライト和田レン、8番キャッチャー大城、9番ピッチャー須賀野。これ強くね <laughs> って正解じ <laughs> ゃ、わかった。いいこと考えたぞ、おい。ちょっとこれいいこと考えた。2番丸、 3番坂本、あ、岡本、4番ビアヌエバー5番レフトゲレーロ、6番ライト和田、7番セカンド、吉川。これどういや、大城だったら7番キャッチャー、もうこれ、これ育てて、<laughs> 出た、育てる <laughs>。これどう これ強くないえ、ちょ、これガチでどういや初回に、お前さ、1番坂本、2番丸だったら、岡本打点177。<laughs> マジで。二 <laughs> 人とも4割失礼するんだよだから、初回必ずランナーがいる場面で、ほぼほぼ必ずランナーがいる場面で、岡本に回るんだよ。強すぎだろ でもう2番セカンド吉川とか絶対しちゃダメ1番ショート坂本2番センター丸3番サード坂本4番ファーストビアヌエバーエリナイシンバイは6番5番レフトゲレーロで無理だったらこの辺に楊大館とかこの辺もう外野手はもう適当でいいわ <laughs> いいねいや1番吉川とかもうこういうか 巨人ファンだったらね、いや吉川はまあ2割5分ぐらい打つんだろうけど、でもうしんどいんだやっぱ坂本1番の方が、こいつら2人で4割ずつ失礼するんだよ。いいと思うな、この打順。1番坂本、2番丸、3番岡本。で、岡本なんて、3番から6番どこを打たしても、あいつもな、もう本当に、あの、巨神兵みたいな、周りに何言われても何にも気にしないから。 適当でいいんだよで怪我したら4番とかにぶっ込めばいいし強い逆でもいいな1番センター丸2番ショート坂本いやーでも俺は坂本丸の方がいいな2番丸ってさ2番清水の上位互冠 うわ、この打順で行ってほしいわ。で、ね、しかも最悪、日ハムから大田大使パクってきて、大 <laughs> 田大使。は、強っめちゃくちゃ強いんですけど山田哲人。えぇ、ー、待てよ、一番、ちょっと待て。待て、違う。だったらレフトも柳田にして。くそ強いじゃん。 一番センター坂本、二番セカンド山田テスト、三番センター丸。ちょっと待て。夢がクソ広がるな。日本代表じゃん <laughs>。おい、日本代表え。えあと二人来たら、柳田と山田テストがバカでなければ、巨人は日本、待てよ。だったらよ、筒号もバクってきて、待てよ、柳田をライトで使って、大田は、 返してクソつええな3人来てくれるだけでいいんだよ3人だけでいいんだよたったそしたらやばやばっ組めねおい 強すぎて打順が組めねえよみんなな強すぎて打順が組めない剣についてそしたら、ビアヌエヴァを負担の少ない7番で、強っいや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 。やば 1>, 1番ショート、坂本、2番センター、回る3番ライト、ライト、柳田。<laughs> 4番サード、岡本。5番レフト、筒子。6番、セカンド、山田哲人。いや、ほん、だったらよ、1番、セカンド、山田哲人でしょ。で、坂本と山田、仲いいから、2番、東京オリンピックは、 3番センター丸このま、いやーう筒香が6番とかもったいなさすぎるでしょうだったらいやーこれいやだったら丸を6番にして柳田やっぱ初回に回したいね強いから1番セカンド山田哲人2番ショート坂本3番ライト柳田4番サード岡本5番 レフト筒香6番センター丸7番ワーストビアヌエバー8番キャッチャー大城9番ピッチャー岡本どう強いよねダブルクリーンナップ打線3割一部五輪、うん、俺が成績も言ってくわ33本77打点 34盗塁、十5盗塁。坂本が、えー、3割4分5厘、17本、えー、69打点、12盗塁。柳田が3、えー、3割6分8厘、3割6分8厘、ホームラン36本、えー、打点100、101、 走らせないうちはうちは走らせないんでえー、17盗塁岡本が2割7分7厘、えー、51本162打点0盗塁筒子が、えー、3割1分8厘ホームラン44本 打点100、打点100、122打点、0盗塁。丸も、丸3割、20本、80打点、10盗塁。<laughs> ビアヌエヴァが当たったんだよ、そんで。奇跡的に。紙スケットだったのね。とんでもないスケットで、こいつ。 ビアヌエヴァが2割5分6厘、えー、41本107打点0盗塁で大城も育つじゃん絶対2割7分11本41打点3盗塁で菅野もそれなりに打つから小林よりは絶対打つから1本 七打点。え、めちゃくちゃ強くない <laughs> めちゃくちゃ強くないめちゃくちゃ強くない一番の坂本が、あ、山田が3割一部ゴリ打って、ホームラン33本打って、打点77で、トリプル3達成するの。で、坂本がまだまだ元気で、 ま、3割、ああ、調子いい時3割4分5厘ぐらい打つから。ホームランも17分めちゃめちゃリアル。<laughs> めちゃめちゃ、唯一のリアル。<laughs> 多分この中で唯一のリアル。<laughs> 本気出したら坂本こんぐらいいくだろうな。110試合。<laughs> で、柳田も期待できるじゃん。3割6分8厘、36本、101打点。いや、柳田が打点少ないんでしょうがないんで、あまりにも強打せすぎて装備し、勝負、勝負してくんないの。あえてここに4番、 筒子と思いきや、岡本を置くことによって岡本と勝負させるわけよ。で、2割7分7人しか打てないけど、ホームランなんとこの年51本。後ろに筒子いるから勝負せざるを得なくて。打点脅威の162。とんでもないことが起きました。で、筒子も調子良くて、3割1番8で44本、十四本、うん、122打点。で、丸が3割20本、80打点、10盗塁。 7番で、ビアヌエーヴァも大当たりの外人で、2割5分6輪ではあるけれども、ホームラン40本。107打点。100打点カルテット。すげえ。マル丸リアルっしょ。<laughs> なんか俺のじゃは丸ぶっちゃけ、俺のイメージこれなんだよな。<laughs> 2割区分20本80打点。こんだけやってくれたらもう、最高よ。 最高こんだけやってくれたら最高かなうんじょ十分でしょうこんだけやってくれたら坂本まあちょっと坂本もリアルにしとくかあんまり言うとな二割3割2分1厘にしとこうか。 おぉ、いいねあと2年待てばこうなるのか。<laughs> 楽しみだな。<laughs> 来年筒子メジャー行くじゃんで。1ミリも活躍ちょっとできないと思うんだ、正直。で、帰ってくるわけよ。で、どこ、どこに帰ってくると思う巨人に帰ってくるわけよ。で、や、柳田も、えー、2年後に FA 取るから、巨人来るじゃん、明らかに。やっぱ年齢的なことを考慮して、メジャーに行かないだろうし。で、山田テストも確実にジャイアンツがもらうから。 いや、山田来年メジャー行ってもらって、内野手の壁、やっぱ難しいと思うんだよ。ただやっぱ、まだまだ若いから日本帰ってきて、どこに帰ってくるかって言ったら巨人帰ってきて。強。あ、阪神の阪神は、阪神の、阪神 <laughs> の,のスタメンも発表していい、ねえ、阪神はもう余裕よ、俺。 えっと、一番上だ、一番上だ。えっ、ー、と、一割五分八輪、ホームランゼロ。え、打点七、盗塁四。え、二番、え、エゴ、え、センター、エゴシー。えっ、ー、と、一割二分四輪。ホームラン十七本、打点三十六。えー、十、十一盗塁。ここまで確定しよう。で、三番。 いや、ここまで確定でしょ。一番上田、二番エゴシでしょ。<laughs> いや、一番上田、二番エゴシはもう確定でしょ。で、三番糸原、三番、おい苦しめ三番、糸原がさ糸原は確かにいい選手だよでも糸原が三番打ってる間はもう苦しいなって思わせたいから、三番糸原、えー、これいいんだよ。半身苦しめたいから、糸原、三番糸原が、え二、ー、割七分七輪、四本、 え48打点。うん、これでいいな。これ地獄よ。四4番、4番誰だは <laughs> !3 番糸原 <laughs> あ。4番、これマジで苦しいだろ、おい。1番上田、2番江越し、3番糸原苦しいだろ。4番大山。大山はね、結構好きな選手だから、まだ育って2割8分でしょ。<laughs> 育って2割8分、15本60打点でしょ。60、これ、これぐらいだと思う。 で、5番レフト、高山。<laughs> 高山が、2割4分6輪、まあ7本。えー、44打点。この辺リアルだと思う。これどうで、中谷。えーと、中谷が、まあ育って2割5分でしょ、中谷は。ただまあホームラインは15本打たしてやろう。16本。55。155。<laughs> いいね。 どう一番上田、二番エゴシ、三番糸原、四番。これ安心一 <laughs> 番上田がいいわ。これ一試合見たいな、一番上田。だ糸井、糸井入れてやんねえんだな。糸井入れてやんねえといけねえな。でも一番上田見たいんだよな。一番上田。 見たいんだよな俺は糸井と福留と俊 <laughs> 介とな伊藤隼も入れてやんないといけねえからな <laughs> 本当に阪神ってさ選手おもろいよねいやでも藤波いるからさ俺ある程度は勝たせてやんないといけねえわけよあ慎太郎が違う。 うん、<laughs> ストリタニー <laughs> これどうも,もしさ俺,俺が例えば俺阪神ァンじゃないからオーダー組めないけどこういうオーダーになったら阪神はどう思う <laughs> こういうこういうオーダーになったらどうなるキャッチャーキャッチャーは梅野 梅野はないなんだかんだでセ・リーグで1番のキャッチャーいやまあ、とあれか相沢の方が上か2割4分5厘、うんまあ、2桁打たしてやるか梅野の打点が1番多い60打点これどうもし万が一こうなったらどう1番上田2番江越し3番糸原4番大山 <laughs> 3番糸原やってほしいわ3番糸原やって何時ゃまとめ太郎で荒れてる阪神ファンみたいわ <laughs> 3番糸原って、お前。ぐしゃぐしゃになってほしい。<laughs> センター、近本入れる。<laughs> ダメ。1番上だ、2番エゴシ。<laughs> 守備位置どうしようかな。鳥谷翔太、えっと、翔太。鳥谷翔太じゃん。今年戻るって言ってるから。<laughs> うーんーと。報酬シュ <laughs>。ま、あ適当。あ、適当でいいや。 これで、あの、矢野監督も、ちょっと一年目だから、なかなか難しいと思うんだよ。<laughs> このオーダーを参考にしてみてはいかがでしょうか。<laughs> エゴシー入れてほしいね。だって星野千一が死ぬ間際にエゴシーを頼んだぞって言って死んでったんだぞ。<laughs> どうせ当たんねえんだから、エゴシー2番とかに犯かして、背負わせよこれどう いといと福留はやっぱ年齢的にも、そろそろ世代交代。お前まジ阪神ダメ生きてるな。違う。阪神は冗談が通用するからいいんだよ。一番上、お前でも、もし万が一このオーダー、開幕このオーダーで出てきたら、阪神道頓堀、阪神ファン道頓堀にめちゃめちゃ飛び込むぞ。祭りになって。おはもう今年はめちゃくちゃなっつって。めちゃくちゃ祭りで、 お前2チャンのスーレ落ちるぞ絶対このオーダー組んでくれたら !1 番上田、2番江越し、3番糸原、4番大山、5番高山、6番中谷、7番鳥谷、8番梅野だったら落ちるよ絶対に間違いないね。<laughs> 3番糸原がマジである <laughs> これやってほしいわ <laughs> だから、あの、う、巨人で言う3番に誰が入る感覚だろうな。3番に誰が入る感覚だろうな。今の巨人で言う、誰だろうな。縦岡じゃねえな。縦岡ちょっとさすがに。出よ率高くて、ホームラン少なくて、いや、3番亀井は意外とありえるんだよ。意外とありえるの。 いないんだよな容体感もちょっと違うな一発がありすぎるな3番脇やそう。<laughs> 3番脇屋。苦しいやめてくれもうその文字は見せないでくれ苦しいそれは聞くぜ巨人ワンに悪いちょっと、これ訂正するわ。ダメだ関心ワンには悪すぎる。3番脇屋は苦しすぎる。 3 <laughs> 番巻きは苦しい <laughs> 危ねえ阪神ファンに悪いことしてしまいました今危ねえ <laughs> 全面的に謝罪します <laughs> すいませんでした3 <laughs> 番巻きだったら俺見ねえよ巨人戦 <laughs> ああ今日はそういう日かつって見ねえよ <laughs> ああ今日負ける日ね勝っても嬉しくない日ねって なっちゃうから。この場を借りて謝罪します。3番糸原にしてしまい、大変申し訳ありませんでした。いい選手なんだよ。脇屋も糸原も。でも3番じゃねえんだよ。3番じゃねえ。1番か2番なんだよな。あの辺は。なんかでも久々に、あれだね。あの鳥谷みたいな選手入ってきたね。大事に育ててやってくれよ ちょっとやにうべあ、もうこんな時間なんだタバコ吸ってじゃあバイをやろうかな30分一本勝負 <laughs> もうすぐ半だしね 打線にならなならいかな <laughs> まあでももうあっという間にキャンプインだもんな2月になったら <laughs> 早い <laughs> 一瞬よ <laughs> この巨人チートじゃん <laughs> いいじゃんチートで <laughs> チート使っていいじゃねえかよ 最近ゲームの中と現実が入れ替わってるからな俺の中で逆転現象が起きてるつかこの枠何時までだシュシュあちょうど終わるじゃんあよかったおなんか完璧な時間配分だねじゃあこのままなし崩し的にいきましょうか ちょうど終わるんだな。へえ。何その奇跡のハイパイ。<laughs> 俺そんな計算して枠取ってないんだけどね。ちょうど終わるわ。1時間で。いや、全然狙ってない。たまたま。たまたまこうなりました。それでは皆さん、バイオハザードでお会いしましょう。僕の許可数雑談に付き合っていただきありがとうございました。<laughs>